になるんですけど、あの2曲目はですね、あの大大大大大好きな小島ななみちゃんとあのコラボさせていただきます。イエーイ。それでは早速来てもらいましょう。ななみちゃん。はい、こんにちは。おはようございます。はい、もうずっと楽しみだったよね、もう、はいはい、あの簡単に説明させていただくとですね、12月に初めてあのね、あの2人だけじゃないんだけど、あの行われたね、なんだっけ、ボイトレミュージカル、そうそう、ボイトレミュージカル の, あのオリジナルソングが何曲かあったんですけど、その、ね、ストーリーのね中の1曲をね、今日は一緒に歌いたいなって思ってコラボさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、楽しみ、めっちゃ、そう、めっちゃいい曲なので、皆さん、あの、うん、楽しんで聴いてください。お願いします。お願いします。描く夢の
めちゃくちゃ綺麗だったし、ありがとうございます。改めてどうだった、デュエットとかやってみて。すっごい楽しかった、うん、そう、スタトンでやるのが初めてだったので、うん、すごい緊張したんですけど楽しく歌いました、うん、まさかななみちゃんとできるって思わなかったから、うんうん、すごい嬉しかったです。へ、あ、でもね、12月、去年の12月にこう一緒に歌った曲の中で、はい、今日は2人で歌ったってことだもんね。そうです、うん、また歌えるのがね、ずっと楽しみで、うん、じゃあぜひまた次回も2人でデュエットがあったらいいね。ね、はい、やりたい、やろうね、うん、皆さんもぜひ楽しみにしててください。あとね、あやみちゃんは5月15日のカラオケバトルにもカラオケバトルに出演するということで、します。そちらもぜひ楽しみに、ぜひあやねちゃんのチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。ではあやねちゃん、そしてななみちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いては島津ここみちゃんの登場です。